はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、またカツ煮を作りました。卵のね、賞味期限がね、明日までだったんで、最後の1個ね、カツ煮に使って、ちょっと使い切りたかったんで、カツ煮作りました。それとあと焼き鳥ね、焼き鳥がね、半額の焼き鳥があったんで、桃の串ね、これが半額で、169円、税込みに183円ね、4本で、これをね、また焼きながらいただこうかなと思います。あ、ちょっと開けますね。こんな感じの焼き鳥ですね。もう桃のね、普通の焼き鳥、これをまたこれのね、固形燃料で、焼いていきたいと思います。じゃあもう先に火つけて、よし。で、これがユニフレームさんのね、バーナーパッドで、これなんとか網、名前もうすっかり忘れちゃったな。で、ももを、ちょっとあれだな、風防がちょっと待って、これ風防あるとあれだな、ちょっと風防を少し広げるか、こうしよう、これでいいかな。よし、これで、焼いていきたいと思います。で、ちょっと今ね、換気扇つけたんで、換気扇つけないとちょっと火使うんで。じゃあ飲み物はね、今日はね、これを用意しました。札幌ラガービール、赤星ってやつですかね、これね、札幌ラガーね、今日はこれでいきたいと思います。よし、本当はね、プリン体ちょっと気にしてるんで、ビールはね、控えた方がいいんですけど、ちょっと今日ものすごい吹雪で、朝からちょっとね、買い物やばそうだったんで、これ家にあったんでね、今日はこれにしてみましたね。赤星、札幌のラガー。じゃあ今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。でお先に失礼していただきたいと思います。じゃあシワシワで乾杯、いただきます。やっぱビールうめえ。あ、焼酎入れようかな。ちょっと氷も足そう。すぐね、なくなっちゃうんで。焼酎ね、ミニゴロね。もうね、さすがにね、ビール2本は飲めないんで。ビール終わっちゃったらもう緑茶割りになります。よいしょ、ね、緑茶があるんでね、ビール飲み終わったら焼酎ね、緑茶に焼酎入れて飲む感じになると思うんでね。よいしょ、これね、マルチツールね、ペンチになるやつね、これでちょっと、位置を調整したいんだけど、やばい、よいしょ、うまくいかないな。これでとりあえずいいかな。じゃあ七味ね、忙しい、見切れてる、これちょっとね、うまくカメラのフレームに入んなくて、七味をちょっとかけて、ではカツ煮こんな感じですね。もう簡単に、もう下に玉ねぎ入ってます。
もうめんつゆ大さじ1と、2倍濃縮のめんつゆ大さじ1杯と、あとすき焼きのタレを大さじ1杯と、あとお水を大さじ2杯、もうそれだけ。あと玉ねぎ煮てしんなりしたらカツを入れて、卵流して蓋して、ちょっとこう卵を固める感じ、もうそれだけ。よいしょ、端っこいってみようかな。この端っこ、こんな感じですね。カツはね、スーパーのカツですね。これはスーパーで買ってきたお惣菜のカツです。ではカツにいただきます。衣に味が染みて、うまっ。うん、この辺の卵もね、玉ねぎの卵、うん、焼き鳥ちょっとね、どうだろう。なんかこの焼き鳥、タレがちょっと少ないかな、どうだろう。うん、焼き鳥焼けるのにちょっと時間かかりそうだな。お肉が網にくっついちゃって、じゃあサラダ食べようかな。ちょっと、癖になるね、うま塩のドレッシング、サラダまでちょっと残ってたんでね、こんな感じ。よいしょ、ではトマト、おお、トマトからいただきます。いただきます。うん、そういえば昨日噂のあの 47% 増量のデカ盛りのハンバーガー食べましたよ、ローソンさんの。動画にはね、しなかったんですけどもね、ハンバーガーだけ食べたんで、こんな感じでしたね。ねえ、すごいね、あのハンバーグがね、分厚くてね、すごい美味しかったですよ、ボリュームあってね。うん、何でもかんでも高くなってるんでね、今食べるものからガソリンから灯油からね、もう電気からもう何でもかんでも高くなってるんで、助かりますよねああいうのね、やってくれるとね。うん、じわじわ焼けてきてるかな、なんかくっついちゃうな網に、なんか上手に焼けないな今日の焼き鳥。じゃあちょっとウイスキー飲むか、動画の尺いいかな、大丈夫かな、まだ。よいしょ、タル香るね、タル香る。今日はパウンドケーキとかなんかそういうのも全然なくて、もうウイスキー、もうそのまんま、焼酎で割ってみようかな。
前は焼酎でね割って飲んでたんですよね、ウイスキー。さすがにちょっと強いなと思って焼酎ね。これでもね意外と美味しく飲めるんで、いただきます。タルカオルの香りしっかりありますね。まあ若干薄くはなりますけども、香りしっかりあります。どうかな、もうもうまだかな。どうだろう、ちょっとひっくり返してみますね。おお、まあまあこっちは焼けてきてるかな。手前はあーまだかな、手前はちょっとまだかな。こっち食べてみるか。こっちはもう焼けてると思うんで、ちょっとね、じゃあ七味を少しかけて、よいしょ、これでちょっとね、いただいてみたいと思います。じゃあ一人、おお、美味しそう、美味しそうね。じゃあいただきます。あこあこ、お肉結構ジューシー、美味しい。それじゃあ、おかわり作ろう。あ、緑茶飲んでみるか。ちょっと焼酎入れて、緑茶割ってみよう。緑茶ね、よいしょ。おお、なんか健康的な感じ。これはこれでさっぱりして美味しい。よいしょ。じゃあちょっとね、ソース、とんかつソース持ってきたんで、とんかつソースをちょっとかけて、これでもう一切れね。あー、ちょっとうまく持てるかな。カメラにぶつからないように、よいしょ、こんな感じで。カツにちょっとソースかけてね、こんな感じですね。よいしょ、結構こんなぐらい厚みありますね。結構厚みあります、スーパーのカツですけど。いただきます。もうおつゆとソースの組み合わせもまた美味しい。おみきがね、まだもう一本あってね、もうこれちょっとまだ手つけてないんで、これ飲みたいと思います。今日はこのおみきは青森県のね
桃川株式会社さん、青森県上北郡奥入瀬町のね、青森県の桃川さんで作ってる青森県の地酒のおみきですね。よいしょ。どうだろう、なんかお高いお酒じゃないんだよね、おみきなんで飲まないとね、もったいないんで。ではあとはね、また他の方の晩酌動画でも見ながらね、ゆっくり続き飲んで食べていきたいと思います。では今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。またね、動画頑張って編集してね、アップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。うん、辛口、辛口ですっきりしてて飲みやすくて美味しい。では今日のね、動画の方はこの辺で締めさせていただいて、あとはね、ゆっくり食べて飲んでいきたいと思います。今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。